トヨタ MRS とは、トヨタ自動車が製造、販売していた2シーターの自動車である。手動ソフトトップのオープンタイプスポーツカーで、MR2 の後継者で、初代 MR2 から3代目になる。セントラル自動車が製造した。2代目の MR2 は、パワースペック競争の結果、シャーシとエンジンの関係から挙動がピーキーであった。本社型は既存のビッツ系車種のコンポーネントを、 流用し、エンジン出力は控えめだが軽量化により加速と運動性の良さ、オープンドライブなど運転を楽しめるライトウェイトスポーツカーに仕上げた。最適な重量配分を得るために後部トランクを撤廃し、シート背面にラゲージスペースを備える。前輪駆動車のパワーユニットを後方に平行移動する手法で部品などを流用している。トランスアクスルが後輪の直上、 エンジンはその前方とかなりリア寄りに置かれ、前後重量配分も後部が重い。車両重量は当初は1 0 0 0ラムを下回っていたが、強化された衝突安全アセスメントに対応などのため、度重なる年次改良で補強されて、最終的に当初よりも4 0ラム程度車両重量が増加している。サスペンションは前後ともストラット式サスペンションである。車名は 日本国外向けも含めて MRS に変更する計画であったが、英語圏でミセスに通じてスポーツカーにそぐわず、日本国外のヨーロッパとオーストラリアは MR2 が継続された。米国向けはオープンカーとなったことを明確にするため、MR2 スパイダーとなった。日本国内でスパイダーの商標はダイハツ工業が保有している。フランス向けは 初代より MR として輸出されていた。MRS の MR はミッドシップを指している。スペシャルティカー市場が縮小して、年間生産台数は2006年に1000台程度となり、2007年7月末に販売終了となった。総生産台数は77,840台で、他社同クラスの小型オープンにシーターモデルと比較して少ない。生産中止前に、 ブラックカラーのレッドトップやメッキ風ウェアインレッドガーニッシュなどの特別仕様を設定したフィナールバージョンが仙台限定で販売された。国内向け車型はトヨタマークがステアリングのみ刻印されており、エクステリアは一切なく MR を図案化したエンブレムがある。全車とも直列4気筒 DOHC で排気量 1800cc、最高出力140馬力。 6400rpm 最大トルク 17.4kgm 4400rpm の 1wz FE エンジンを搭載する。MT と国産量産車初のシーケンシャルマニュアルトランスミッションが設定され、MT は初期型が5速、マイナーチェンジ以降は6速である。日本では SMT は AT 限定免許の運転対象である。 GT300 使用全日本 GT 選手権、スーパー T GT GT300 クラスで、エイプリルが2000年から2008年まで運用。ちなみに、ドーマシンはフロントに、トヨタのエンブレムがついており、トヨタのセミワークスとしての参戦となる。トイストーリーやカーズとのコラボレートモデルも存在した。2001年からは、m r s に大体制で参戦。2003年から、 2006年を除いて、アルタがライアとの三大体制となった。エンジンは 3SGTE の次期4ターボ。2006年からは V6、3.5リッター自然吸気の2グレーン、FE に換装されている。2002年に、新田盛モ高木慎一組。2005年に、佐々木光太、山野哲也組。2007年に、石浦博明。 大島和也組とサンドチャンピオンに輝いた。その他ラリーやジムカーナでもプライベーターが運用していた。ミドシップランナバウトスポーツオープンカーミッドシップランナバウトスポーツオープンカーの頭文字から創作された造語。MRS と読む。アブフラグ MRX デアゴスティーニジャパン、週刊日本の名車第87号13ページより、 90年代国産車のすべて、産営書房、34ページ参照、MRS のカタログ。リクルート株式会社。2020年1月9日閲覧。MRS。トヨタ自動車株式会社。2020年1月9日閲覧。あの限定車はすごかったに、ベース車は何モデリスタカセルタ。ウェブモーターマガジン。 2021年2月26日閲覧。ありがとうございます。